神奈川の街を大きく羽ばたく。どうも、月曜グリーン岡田翔太郎です。お願いしまーす。ね、ということで今回は浅野駅やってまいりました。鶴見線ですね。ここら辺は初めて来るんですけども、おむすび、はい、日本食の原点みたいなもんですもんね。一つ一つ素材にこだわってるようなので、そこら辺を詳しく調査していければいいなと思います。これですね、おむすび。あ、すごい、なんかめちゃくちゃおしゃれな雰囲気で、はい、あ、すみません、失礼します。はい、猫の死体ほどワイド、月曜グリーンの岡田翔太郎です。本日はお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。お願いします。いつからあの始められたのかっていうのをお聞きしたいんですけど、はい、ちょうど1年、丸1年ですね。1年ともうちょっとかな、今年で2年目そうですに入りました。そうです、おむすびの横浜屋ってことで、はい、おむすびに特化した理由とかってありますか？奥におります主人が、はい、あのずっとサラリーマンをやってた時に、ある時までは外食してたんですよ、はい、だけどずっと油っぽいものしかないじゃないですか。そうですね。それでもう嫌になっちゃったっていうことで、それから俺自分で握るわって、私が最初作ってたんですけど、私のはどうも気に入らないらしくそう、やはり小さいじゃないですか。あ、なるほど。自分の好きな大きさに握りたい、作りたいって言って、それで彼が作って、かれこれ30年近く、はい、あ、じゃ あのお店を始めたこと自体は1年、まあ、2年目とかですけど、はい、おむすびを握ってるのはもうおむすび歴も長いです。めちゃくちゃ長い。そうです。30年ぐらいってことですか？そうです。おむすび好きのご主人の定年退職を機に、かねてよりのご夫婦の夢だったおむすび屋さんをこの地に開業。それではそのこだわりに迫ります。まず最初何から？筋子ですね。筋子。はい。この筋子は実はもうあの前のものがですね、はい、関東に入らなくなって一旦休止したんですけど、はい、うちのかみさんのつてで、はい、新たに、はい、あの仕入れることができて、紅筋子っていうものですね。へえ。あ、結構量を入れるんですね。筋子の感。もうちょっと神主がやってぐらい入れようかな。すごい。ここまで入れるとこってないと思いますね。いや、ないですね。お米新潟米でしょ。あ、はいはい。これうち あの実家の方から。あ、そうなんですか。実家が米農家です。米農家なんです。はい、うちの実家のお米はね、もっと甘くて、はい、あの美味しいんですけど、はい、おむすびには合わないんですよ。ああ、そうでも甘すぎてコシがない、はい、はい、でこれはもう本当に香りもいいですし、はい、コシがあるんですよ。へー。それでそのつてで、はい、はい、それがこのお米ということですか？このお米ですね。粒が大きくないです。うわ、本当だ。え、すごい。いや、これはもうすごい、もっちもちして香りもいいです。あの鮭のこだわりというのもお聞きしてもよろしいですか？これは銀鮭を使ってます。はい。それで半身を蒸し焼きにしてます。綺麗に小骨まで取ってほぐして、でハラスの方と尻尾の方って味が違うじゃないですか。そうですね。で全部混ぜて、はい、それを成形して。めちゃめちゃ大きいですね、やっぱり。はい、皮と身の間のちょっと茶色いところってあるじゃないですか、はいはい、あそこは全部取り除いてます。あ、そうなんですか。もったいないですけど、はい、そこがちょっと臭みの原因なので、そこはもうほとんど入ってないです。へえ。で海苔も、はい、関東にはアンテナショップにしか置いてないです。新潟のアンテナショップにしか置いてない海苔を、はい、でも私は育ったのはこの海苔なので、はい、どうしてもこの海苔を使いたい。うん。あと塩とかも。塩はこれはあえてピンク塩、はい、ヒマラヤのピンク塩の細かい粒子のやつを使ってます。細かく、はい、はい、したんです、ね、白いのだとにがりが強くて、なので私たちはいろいろ食べた結果、はい、ヒマラヤのピンク塩だともう甘くなるんです。しょっぱってならないんです。結構試行錯誤は重ねられたんです。しました、しました。ここって決めたら私絶対にどんなことがあっても粘るんですよ、はい、取引してもらうまで。すごいです。黄身醤油もまたそのこだわりっていうのはやっぱあるんですかね？もちろん卵はいいものを使ってます。どこの、岩手の卵なんですけど、はい、
それ以上言えない。ああ、なるほど。でここはそこは C で C であのちょっとある加工をして、はい、これ生卵なんですよ。はいはいはい。ですけど今刺せましたよね。そうですね。なんか全然崩れなかったですね。崩れないですよね、はい、ある加工をしてお醤油に浅漬けにしてるんです。やっぱ漬ける期間によって味もだいぶ変わってきます。変わりますね。だから、はい、いろいろ1年やってみて、はい、浅漬けが一番こう皆さんに受けられる。後からあの味は足せますけど引けないので、はい、あ、さらにこちらのポーク卵の食材にもこだわりが。スパムとチューリップ。チューリップでどう違うのかっていうと、チューリップの方が固めです。固めなんですか。はい。おでスパムの方がジュワッときます。鮭をからいただいてもよろしいですかね。はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。いただきます。うわ、すごい。え、すごい、うまい。海苔と米すんごく合ってます。まだ具材までいけなかったんですけど、鮭まで。それでもこれだけでも満足できて今。うわ、すごい。じゃあ鮭一緒にいっちゃいます。塩加減がすごくちょうどよくて、ほぐれるっていう表現本当にそのままですね。やっぱその一粒一粒がしっかり歯の間で、そうです、粒感じますよね。そう、粒を感じて食べれるんですよ。見てください、まだまだあります。半分食べたのにまだまだ中に具材入ってて、いや入れすぎですね。はい。入れすぎです。でも少なくしません、今後も。いやすごいありがたいお言葉です。次すじこいただきます。はい。とろっとろっすよ。あ、でもいや、うまいっす。そんなに臭みはないっすね。ないでしょ、うん、私好きじゃないけどこれだけは食べれるの。本当に筋子の旨味だけが残ってる感じが。そうなんです。生臭みがない。そう、はい、すごい思ったのがお米が全然飽きないんですよね。嬉しい。踊りたいくらい嬉しい。きます。せーの。うおー、とろっとろ。うまっ。いや、これ醤油めっちゃ合ってます。まとわりつくでしょ。うん、あのいい卵使ってる感じが、はい、わかります。ずっと黄身が下に残ってなんかもうカーペット敷かれてる。そうです、そうです、そうです。そうなんです。はい、ということで最後のポーク卵もいただかせていただきます。はい、どうぞ。じゃあチューリップを。はい。うん、うん、これはこれでうまいな。ソーセージに近い感じがします。そうかもしれない。うん、臭みは臭みはこっちよりはあの食べやすい感じがしますね、スパムよりは。そうですか。焼いてる時は臭みがあるんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ私のここだ。ここだ。一つで片手でお弁当を食べた気分になってほしかった。うん、あの学生さんもね買ってくれるんですけど、はい、その人たちがいずれ成長して大人になって、はい、またおじちゃんおばちゃんやってるよねっていうことでね、またあの来店していただけるようなそんなおむす作りをねしたいなと思ってますね。あの味をもう一回食べてみたいっていう、そういうお店になりたい。